現地8月10日、パリ五輪、陸上の女子やり投げで北口春香が見事金メダルに輝いた。一投目で今シーズンの自己ベストとなる65メートル80を叩き出し、日本女子選手で史上初めてとなるトラックフィールド種目での優勝。無敵のヒロインがパリの地で歓喜を爆発させた。その表彰式で、 景品の特製ポスターを手渡したプレゼンターに早朝の日本人ファンがどよめいた。女子マラソンのオリンピアンで、1992年バルセロナ五輪で銀メダルを、1996年アトランタ五輪で銅メダルを獲得した有森優子さんだ。世界陸上連盟の理事を務める57歳とがっちり握手を交わすと、北口からビッグスマイルがこぼれた。 するとその様子を目撃したファンからの書き込みが SNS 上に殺到。あれ有森さんだったよねレジェンド登場にびっくり、相変わらず綺麗だな。超絶美人でビビった、胸熱すぎる光景でした。どちらもすごく嬉しそう。最高のキャスティング、もらい泣きからの有森さんで感動した、など様々な感想が寄せられている。